Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 私. Happy birthday to me.SNS などでの温かいメッセージがね、本当に心に染みました。たくさんのお祝いありがとうございます。今年もね、皆様にたくさんのね、いろんなことをお届けできるように頑張りますので、どうぞ今年もよろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、メンバーからもらったプレゼントを紹介していきたいと思います。イエーイ。今日ね、たまたまね、メンバーと一緒に集まってた日だったので、プレゼントをもらいました。ありがとう。じゃあまず早速ね、じゃじゃん、こちらのイヤリングなんですけど、こちらはむーちゃんからもらいました。ありがとう。これね、初めてむーちゃんにもらって開けた時に、え、牛柄って言ったら千鳥柄だったらしくて、まあ盛大なミスをねしました。爆笑してくれたんでよかったなと思います。はい、でそしてむーちゃんがもう一つくれたのはですね、私がね、もうめちゃくちゃ愛用しているイラスト屋の絵が描かれた、じゃん、トートバッグ。ずんちゃずんちゃ、めっちゃ可愛くない？トートバッグ最近よくね使うから、めちゃめちゃ嬉しいなと思いまして、ありがとうございます。しかもイラスト屋はね、本当に動画でもねたくさんね使用させていただいているので、あとこうラインスタンプも持ってるくらいイラスト屋めっちゃ好きなので、とっても嬉しいプレゼントでございます。ありがとう。これからねたくさん活用していこうと思います。はい、そしてですね、お次はですね、ツーミンからもらったプレゼント紹介します。じゃん、チャララン、タンちゃん、こちらのサンタさんからくれたプレゼントのような、じゃーん、こちら冬にぴったりモコモコのねカバンでございます。でね、上がねこんな感じでリボンで結べるっていうのと、肩からかけるタイプではなくって、こうやって持てるタイプのカバンです。アイドルのね、物販とかそういった時に、あとちょっとしたお出かけとかそういった時にたくさん使えるなって思いまして、で堤もね、物販の時とかによかったら使ってって言ってくれてたんで使おうかなと思います。ピンク色担当なんで、ピンクもね合わせてくれてて、とっても嬉しい。ありがとう、本当にありがとう。やっぱね、なんかお誕生日って来るまでってすごいそわそわして、あ、楽しみだなとか思うことあるんですけど、過ぎちゃえばね、一瞬過ぎちゃうのが一瞬に感じるということは、本当にねおかげさまで充実できてて、楽しいね日々を過ごさせていただいてるということなんで、本当に感謝でございます。もう一つ、こちらほのかちゃんがくれたんですけれども、じゃん、私の大好きじゃがりこのチーズの L サイズです。今日ね、会った時に、またお誕生日プレゼント後日渡しますって言ってくれて、でまずはこちらのじゃがりこからって言ってくれたんで、今日のおやつにしようかなと思ったんですけど、ちょっとどうしても紹介したかったので、これ明日食べようかなと思います。こちらはサクさんがくれた誕生日プレゼントなんですけれども、めちゃくちゃ可愛くないですか？ヘアピンね、私よくつけるので、それよく見てくれててプレゼントしてくれました。でね、イヤリングもねくれたんですけど、片耳なくしちゃってごめんなさい。こんなはずでは。で他のメンバーもね、今日ちょっと渡せないんだけど、また後日渡すねって言ってくれてるので、すごく楽しみにしております。楽しみにしてね。はい、ということでプレゼント紹介でございました。やっぱりね、お誕生日って自分にとって1年に1度お誕生日のね時にしか味わえない雰囲気だったりとか、その人のためにこう用意してくれるっていうね気持ちとかがすごくね嬉しいなと思うので、本当にありがたい誕生日でございました。皆さんね、本当にたくさんのメッセージだったり SNS で応援していただいたりと、私たちの活力になっているのは本当に皆様のおかげでございます。ありがとうございます。ということで今日も見てくれてありがとうございます。評価とチャンネル登録、そして私の Twitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。クーちゃんでした。バイバーイ。